はい、皆さんこんにちは、前橋市長の定例記者会見、お集まりいただきましてありがとうございます。今日は実は盛りだくさんでございますので、冒頭の私自身の、所信とは述べずにいきなり始めてまいりたいと思います。まず本日花もゆドラマ館10万人を達成をいたしました。10万人目のお客様は ありがとうございます。なんか嬉しいですね。10万人目のお客様は掛川栄様ご夫妻、お住まいは長野県北作郡三代町から、ご夫妻でお見えになられた方でございました。まあ、いよいよあの花もゆの方も素晴らしいドラマになってきて、視聴率が伸びている。まあ、その中今日前橋に非常に馴染みのある、今後花もゆの43話ぐらいから、お出になる女優さんと聞いておりますけれども、お目あにきをしております。女優さんのお名前はペーパーをいっぱいやりすぎてどっかに行ってしまいました、新井すみれさん。そしてあのプロダクションの社長さんも前橋市のご出身の、女性でございまして、偶然そのご実家が製紙会社、僕が常に持っているこれ風呂敷なんですけども、やっぱりあの花もゆ市長としてやっぱり風呂敷いつも持ってなくちゃいけないので、これがこれをお作りになった製紙会社の、まあ、ご子孫だということで、まあ、いろんなご縁があるんだなと、絹でつながるご縁というのを実感したところでございます。まずあのお二人を紹介させていただきますので、どうぞ皆さんお時間をいただきたいと思います。では、それではご紹介いたします。大河ドラマ花もゆ第45回から、農夫夏役で出演される本県出身の女優新井すみれさんを、ご紹介いたします。新井さん、それでは演台の方へお願いいたします。ドラマにかける思いですとか、ドラマの見どころについてどうぞお話をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はじめまして、女優の新井すみれです。よろしくお願いいたします。この度、NHK 大河ドラマの花もゆで、私は、三田佳子さんが演じます、阿久沢星という女性のところに眉を下ろしている、養蚕農家の夏役という妻の役で出演させていただきます。私自身は、群馬県は館林の出身でして、で私の母の実家は前橋市総社町なんですね。で小さい頃から前橋にはちょこちょこ通っていまして、その前橋市がとうとう大河舞台やってきました。私自身とてももう興奮しているんですが、私の所属事務所の社長も前橋市出身でして、お互い、今回は、花もゆを盛り上げていきましょうということで、今回は、宣伝かねがね、お邪魔させていただきました。本当にあの群馬の、人間味あふれるあの女性がすごくこう温かく一生懸命前向きに働いている姿を役者さんの皆さんが演じきってくださいました。どうか皆さんもあのぜひ楽しみにご覧ください。よろしくお願いします。新井さん、ありがとうございました。続きまして事務所の社長さん、阿部由美子様にもご登壇いただきたいと思います。それではお願いいたします。ベリーベリープロダクション、代表取締役を務めさせていただいております阿部由美子と申します。新井すみれが、所属している事務所なんですが、私は生まれも育ちも群馬県前橋市でして、あの先ほど市長からご紹介いただいたように、あの実家があの製紙工場を営んでおりまして、丸大製紙というあの工場なんですけれども、女工さんやらあの生糸をあの輸出したりというようなことを、目の当たりに見てまいりました。そして今回あのご当地、群馬の大河ドラマ花もゆに、
弊社所属の新井すみれが出演するということで、しかも新井も群馬出身、そしてドラマの内容が製紙工場という話になっていて、群馬がどんどん盛り上がっていくよというような、内容になってきております。最終回まで新井すみれは出ますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここでお二方に対して記者の方からのご質問をお受けしたいと思いますので、市長さん申し訳ございません。いい、どうぞ。何かあればどうぞ。はい、ぜひどうぞ。よろしいでしょうか。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次も柔らかい優しい話題でございます。今月末の週末、子どもたちが本当ににぎやかに集っています前橋の児童文化センター、そこで、楽しい話題をご紹介をいたします。そこにはジュニアオーケストラとかコーラスの合唱隊があるのですけれども、そこの子どもたちと一緒に、昨年の前橋の歌で受賞されました木村豊さんが子どもたちと一緒にコラボイベントを行ってくださると聞いております。せっかくですから木村さんご紹介して、その楽しい歌をなんていうんでしょうか、一小節というんですか、お聞かせいただきたい、お聞きいただきたいと思います。はい、お願いします。あ、これですね。はい、じゃあ豚が邪魔。それでは木村さん、よろしくお願いいたします。前の方へお願いいたします。はい、それでは児童文化センターの合唱団とコラボしてくださるお二人をご紹介いたします。まず歌手の木村豊さん、それとギタリストの郷さんです。お二人とも群馬県内で活動しておられます。まず木村さん、自己紹介を兼ねまして、曲に込めた思いと、あと子どもたちとのコラボレーションについてお話をお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、木村豊です。今回ですね、前橋市民の、去年ですね、前橋市民の歌を書かせていただきまして、11月3日に行われます秋祭りの方で、子どもたちとこの、僕らの夢という楽曲なんですけれども、そちらをですね、一緒に、コラボ演奏させていただくことが決まりました。で、この曲はですね、前橋市民の歌とはなってるんですけれども、子どもたちがですね、大きな夢を持って、未来に向かってですね、たくさんの夢を見れるような、そんな、子どもたちを応援したいという、ね、気持ちで書いた楽曲となっております。今回ですね、先日練習の方させていただいたんですけれども、自分が思い描いていたような、形の、演奏というかね、アレンジでやらせていただいてますんでね、ぜひですね、そちらの11月3日の秋祭りの方にも遊びに来ていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは早速、児童文化センター、合唱団とのコラボ曲、僕らの夢をご披露お願いいたします。Thank you.
どうぞこんな素敵な歌が児童文化センターで子どもたちと一緒にいろんな思いが伝われるようにみんなでお出かけをいただきたいと思います。さあ素敵な人材が前橋には歌もあり、舞台もありということでしたけれども、今度はおいしいお話をさせていただきたいと思います。しかもこれも市民との共同によって作り上げてまいりました。いつも言ってます、市役所が税金を使った予算で全部やるのはもうやめようよと、市民の力を借りながら、そして市役所も応援して前橋の本物の宝を皆さんに発信していく、今回の本物の宝は札幌一番です。笑いが出るかもしれませんが札幌一番です。前橋の宝物です。この宝物にその市民の力である前橋おもてなしの会、この会というのはいつもザスパの応援に行っては大きく応援したり、あるいは町の中でお店を開くためにいろいろな力を貸していただいたりしている、なんて言ったらいいんでしょうか、市民の有志の会です。その2つの力が結び合って今回皆様にお届けするのが、それです、いいですか、みんなで、はい、札幌一番の前橋二番ラーメンです。結構楽しいです。いやこれ本物なのですよ。でペコッと開けると前橋2番の何々の生産量が日本で2番とかいっぱい2番がこの裏蓋に書いてありますけど、今日は剥がしちゃダメなのね、ということです。それではこれを生み出していただいた力である、もちろん札幌一番さん、よいしょ、そして、今日は産業食品の小渕専務さんもお見えをいただいております。そして生み出していただいた市民団体であるおもてなしの会の小野京子会長さん、どうぞお前に出てきていただけますでしょうか。それではご紹介いたします。札幌一番前橋二番の政策を発案した前橋おもてなしの会会長小野京子様です。コメントをお願いします、はい、皆さんこんにちは、はじめまして。私はおもてなしの会の会長をしております小野京子と申します。前橋おもてなしの会というのは前橋の中心市街地の活性化ですよね、元気で明るい前橋にをスローガンに2団体、先ほど市長さんがおっしゃってくださいました2団体でございまして、前橋市内の社長さんはじめ一流企業の支社の偉い方まで、メンバーに加わってくださいまして、この度本当に前橋のためにということで、産業職員様の多大なる協力と、あと行政の協力と連携いたしまして、前橋2番という味噌ラーメン、今日私味噌になった気持ちでオレンジ着てきました。そういうことで山陽ラーメンと、コラボして3000パックですね、本当に限定品でございます。これはとっても前橋の宣伝になると思うので、どうぞ皆様も一つ食べていただけませんでしょうか、ね、そして、これは、大体オープン価格で180円ぐらいかな、小売価格がそのぐらいを見込んでおります。180円でございます。販売する場所はですね、JR の前橋物産館の広瀬川というところと、あと、ファームドゥの、岩井社長さんのところの食の駅、それと今市長さんが一生懸命おやりになってらっしゃる前橋まるまる区のイベント広場での販売もいろいろ考えておるところでございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、札幌一番前橋二番の製造に携わりました山陽食品株式会社専務取締役大渕弘明様にコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、はじめまして。ただいまご紹介いただきました山陽食品の大渕でございます。皆さん山陽食品って言ってもですね、
よくわからんっていう人が結構いらっしゃるんですけども、まあ、札幌一番っていうブランドを聞けば、あの会社かというぐらい、まあ、一般にはですね、皆さんに、毎日食べていただいていると、まあ、こういうことですけれども、まあ、私どもあの三洋食品はですね、前橋市が発祥の地でございます。で、今からですね、62年前に、製麺業に進出しまして、これまでやってきました。で、この度あの前橋を元気にしてですね、盛り上げようという活動の一環としてですね、札幌一番味噌ラーメン、前橋二番を企画取り上げていただきまして、誠に光栄と思っております。札幌一番味噌ラーメンの袋はですね、まあ、発売以来今年で47年と、まあ、いうことで業界の中でもですね、屈指のロングセラー商品でございます。また現在もですね、業界ナンバーワンのシェアを維持しております。で、札幌一番味噌ラーメン、このカップにつきましてもですね、発売以来17年と、まあ、長い間ですね、皆さんのご愛顧をいただいております。まあ、この度 の、 あの札幌一番味噌ラーメン前橋二番はですね、前橋限定オリジナルということでもありますし、まあ、前橋がですね、まあ、全国一番ではなくても二番としてですね、自慢できるようなアイテムをこのカップの裏蓋にですね、記載しております。まあ、前橋の知名度を高めるということはもちろんですけれども、前橋市民の皆さんがですね、二番自慢を通じてですね、まあ、自信と誇りを持ってですね、まあ、元気に盛り上がるように、盛り上がっていただければと、まあ、いうふうに期待しております。まあ、最後になりましたけれども、前橋の山本市長、それからおもてなしの会の小野会長をはじめですね、関係者の皆様にお礼と感謝を申し上げて、ご挨拶させていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。用意してくればよかったのですけど、前橋2番自慢っていうのが裏蓋に書いてあります。あ、配ってくれたね。はい、豚の販売農家数が全国2位とか、麦類全国2位、きゅうり作付面積全国2位、バラが全国2位と、こういう形で2番ネタをずらっと並べております。まあ、こんなお話をさせていただきました。さあ、次もおいしいおいしい話題です。ただ今度のおいしさは遠くイタリア前橋と長い長いご縁のある姉妹都市オリビエトからの届く便りです。前橋市の出身の宮川秀幸さんという人が、戦後間もなくオートバイで茜久保哲郎さんという2人で、早稲田大学の学生の頃、まあ、ユーラシア大陸を大西洋に向かってスタートしたのは、皆さんもご存知の方もいるかもしれません。その方々がご縁で、前橋市とイタリアは非常にいろんなご縁を持っております。まあ、今回宮川さんも帰国していただいたり、イタリアの大統領勲章を受章されたり、まあ、いろんな活躍をしております。まあ、その一つの一番大きなつながり、宮川さんの功績はイタリアにおけるアグリツーリズム、そしてスローシティ、そしてスローシティを大切にするスローフードを大切にするスローシティの理念の国際普及だと思います。まあ、そんな関わりの中で、前橋市は今回世界スローシティ協会の加盟について、イタリア政府、イタリアから全国際スローシティ協会の方々をお招きすることとなりました。またここのパネルにありますように、この週末30、31はいよいよイタリアにおけるワインの公開日、解禁日です。ノベッロと言います。ノベッロって僕はイタリア語全くちんぷんかんぷんでございますけれども、ノーバでしょうから、多分新しい、だからフランス語のあのボジョレ・ヌーボーのヌーボーと同じラテン語語源だと思うけれども、このノベッロの新種の発表会を、まあ、日本で最初に前橋で行うこととなりました。しかもオリビエット市長が作ってくれたあのボトルでノベッロを提供することとなります。この後で1本しかないものですから、まだ中身は偽物です。
だって今熟成がそろそろ終わって瓶詰めしてる頃ですもの。きっとその瓶詰めしたのがイタリアのジェルマーニ首相と一緒に、アルタリアの貨物室に乗ってもうすぐ前橋に到着するのですが、したがって中身は偽物です。去年ただの赤ワインです。このワインの右がドーム、これはオリビエートというのは京都と同じようなウンブリア州の首都でして、ここにある大きな聖教ドームです。そして前橋の臨港閣、この2つをデザインしましたノベッロのワインボトル、ワインラベルをつけた、ノベッロワインが30日いよいよ解禁となります。合わせましてスローシティ協会の世界事務局もオリビエートが持っておりますので、オリビエートからもその案件の積み重ね、協議のためにスローシティ協会もお出かけいただくこととなりました。これも45日間のイベント特区ということで、この、特区のパスポート、3000円で500円お得のパスポートで、お使いをいただけるということになっています。よろしいですね。はいはい、さあノベルワインの解禁日のお話をこれで済ませていただきます。次に、市民体育館のネーミングライツについてでございます。市民体育館は現在改修中でございます。改修し、リニューアルした新しい体育館の、ネーミングライツ、これも一つ の民間の力をお借りする手法だろうと思います。この手法によりまして、ネーミングライツの募集を始めることとなりました。前橋におきましては今グリーンドームをヤマダ電機グリーンドームという形で募集をさせていただいておりますけれども、その第2弾ということになります。今後機会があれば前橋の周囲施設の収益化としてこういうような取り組みを進めてまいれればいいなと考えておりますので、広報の方々よろしくお願いを申し上げます。会締め切り告知等は紙ベースでお届けをさせていただいております。さあ、あとはもう投げ込みのペーパーの資料説明だけをさせていただきましょう。まず最初がいよいよ前橋駅です。着くの？これ広瀬川の昨年やりました広瀬川ライトアップです。イルミネーションを巻くのではなくて、下からのライトアップのカラーコーディネーターがいろいろな色彩をイメージしたものでございます。これと同じものを今回駅前で展開することとなりました。実は点灯式は今日なのですが、昨日テストでつけてしまって、もう市民がみんなフェイスブック等にいっぱい上げてしまいましたけど、本来は今日が正式点灯日でございます。今日記者団にちょっとお見せしたいために一瞬つけてまいりました。この欅ライトアップの点灯式が本日18時から18時15分まで、15分間前橋駅前 JR 前橋駅前北口シンボルツリー前で協愛学園の聖火隊による聖火とともに、点灯式を行います。はい、ありがとうございます。よろしいですか。もう一括して報告します。そして中核市サミット、全国から中核市の市長、中核市というのは30万以上政令市未満の都市でございますけれども、およそ50市ございます。そしてこの市長さんたちがここの前橋に集い、いろいろな議論を行うという中核市サミット in 前橋が、この通り11月の5日から山田グリーンドーム前橋で開催をすることとなります。多くの市民の皆さんに来ていただいて、分科会があります。その分科会はどなたでもお席の限りがございますけれども、座っていただいて兆候をいただく、そういう機会を設けております。3分科会、いろいろな地方都市の抱える悩みについて首長同士のけんけんがくがくの議論を一緒に共有化していただきたいと私どもは考えております。ぜひ中学市長会のご案内をさせていただきます。次に、消防のふれあい広場です。これも
前橋の子ども公園、先ほどの、豊さんが歌ってくれる、前橋の児童文化センターで行うこととなりました。もう27回を数えますけれども、こちらの方もぜひ、告知いただければ、あるいは子どもたちの笑顔をお取りいただければと思います。次は初めての取り組みでございますけれども、牧野市祭り。牧野と言ったら皆さんピンとこないかもしれません。ところが前橋にしてみれば大きな歴史的な役割を負っていただいた幕府徳川家康の旗本、東三河の武士です、牧野氏。この方々は豊川がご出身、そして武勲を立て、この前橋の大御城主として江戸初期に添付、ここに禄を持って封じられてまいりました。ここにおられて後に長岡藩にまた移封をされておられます。従いまして前橋市はこの牧野のご縁で豊川市、前橋市、長岡市、この三市の間での牧野のご縁があることとなります。まあ、今回初めてこの牧野のお殿様の現在のご当主にもお出かけをいただいて、大御城市における牧野家祭りを初めて行うこととなりました。前橋においてはすでに総社の秋元公を検証する秋元祭りも行われております。また堺のお殿様、流海にある堺港の墓所、あるいは松平のお殿様、我々のこの和抜きの紋章も松平の馬印でございますけれども、こういう歴史を大切にしながら、まあ、これから町づくりを行ってまいりたいと考えております。さあこれで終わりますけれども、最後になりましたけれども、日本生命さんが、私の方にペーパーがないですね、1枚いただけますか。はい、これも民間のお力をお借りしまして、日本生命提供、日本生命プレゼンツルナパークハロウィンナイト、500名様をお出かけいただくということとなります。まあ、こういうにぎわいを持って、ぜひお出かけいただきたいということで、このなんて言うんでしょうか、夜開場するコストをもう日本生命様がご提供いただき、まあ、新しい夜のにぎわいを作っていこうということでございます。特に未婚の男女ではないのですか、所長、今回は。じゃあ子供連れでもいいのね。はい、ぜひ次回は未婚のお見合いパーティーの方もご企画よろしくお願いいたします。ご加藤乗ると恋が芽生えるなどという話もありますので、期待をしております。以上で案件の説明と投げ込めペーパーの師匠としての説明を終了させていただきます。ありがとうございました。ただいまのルナパークハロウィンナイトの資料でちょっと訂正がございます。資料下部取材のところ前柱抜け落ちておりました。お詫びして訂正させていただきます。これより質疑に入ります。今月の幹事社であります東京新聞の川田さんに進行をお願いいたします。東京新聞の川田です。まず案件で札幌市場の件、開発の担当の、そうすれば担当の開発を携わった、どうぞ前でお答えいただけますでしょうか。すみません、まずなんですけど、この、地域とコラボレーションして、こういう市町村とかで同じようなこういう、例えば高崎とかなんかそういうふうなので、同じような形でやったことはあるのかどうか、これが初めて、はい、過去にはございません。今回、前橋が初めてでございます。それで、この開発経緯というか、結構こうなんか逆手に取るじゃないですけど、やっぱ札幌一番っていうネーミングがあるから、これは取れないから、前橋2番で2番っていうとちょっと
後ろ向きなイメージもあるかもしれないですけど、でもそれ逆手にとって多分やられてるかなと思うんですけど、その辺のこう開発の経緯でこうどうしてこう2番でもいいからこうやってこうよみたいな話になったのかっていうのを詳しい話を聞かせてください。政策推進課長のやつなのでそうさんになります。で今回あの産業さんといろいろやらせていただく中で、札幌一番さんのこのイメージを損なわずになおかつですね、どういうふうに前橋のイメージを出すかというところで、まあ、前橋 の上質さみたいのをこの2番というところで、まあ、出すぎないイメージをちょっと考えまして、まあ、いろんな候補の中からおもてなしラーメンとかいろいろ考えたんですけれども、まあ、また中身の具材が今回特にあの通常の札幌一番と変わってないっていう部分もありまして、やっぱりネーミングでちょっとこう引かなくちゃいけないかなという部分もありまして、札幌さんと協議させても山陽さんと協議させていただきまして、今回前橋2番というネーミングをさせていただきました。このパッケージの写真はこれ前橋駅のいつ頃の写真だ、何年代。はい、あの前橋にあった資料の中で昭和58年2月に撮影したあの前橋の資料がありまして、その旧駅舎を使わせていただきました。はい、以上です。はい、まあ、他になんかあの各社さんあったら、まあ、案件なんで。日経新聞ですけど、引き続き前橋2番なんですけれども、2つあって、まず1つは、なんで醤油でも塩でもなくて味噌にしたんですかって話が1つと、あともう1点、あの役割分担のところで、前橋もおもてなしの会プライベートブランドとして3000ケース制作って書いてあるんですけど、とりあえず、前橋おもてなしの会のお金で作って、それを売ったり、関係者に配ったりする、そういう理解でいいのか、ちょっとその辺を教えてください。はい、はい、まず1項目目の方ですけども、あのなぜ、まあ、味噌ラーメンであるかと、まあ、醤油や塩でないかということなんですけども、先ほどあの当社の、専務の方からお話、一部ありましたけど、あの袋麺の味噌ラーメンっていうのが、日本国内で最大の売れてる袋麺といったことがございます。まあ、時期的な部分を含めまして、この秋あるいは冬に、食べていただくにつきましては、味噌が一番よかろうと言ったところ、それから今申し上げました知名度が一番高いといったところもございますので、今回はこの時期ということで味噌ラーメンの方に決定させていただきました。役割分担がちょっとはっきり分かるようで分からないんですから、で前橋おもてなしの会が、制作したってなってるので、まあ、要するに前橋おもてなしの会のお金でとりあえず作ったって、そういうことでよろしいんでしょうか。はい、あのおもてなしの会の増本と申します。本日ありがとうございます。あの今回 の、まあ、あのラーメンの経緯なんですけれども、先ほど、まあ、小野会長のお話からありましたように、私どもおもてなしの会でなんとか、まあ、前橋を盛り上げていきたい、元気な街にしていきたい、知名度を上げたい、また花萌えの視聴率も上げたいという形で何かできないかというところで、まあ、札幌一番に協力、あの札幌一番産業職員さんに、協力いただいて、作ったもので、私どもで、全面買い取りという形になります。3000ケース制作で販売が1000ケースというから、はい、1000ケースは一度、買い取って販売して、あと2000ケースはおもてなしの会の、おもてなしの会の方で、まあ、いろいろ配ってます。そうですね、地域のイベントですとかそういったものでも、ご利用いたしますし、あと、まあ、各会社さんで、まあ、販促物としても配りますし、はい、ただ、1000ケースになっておりますけれども、まあ小売店からですね、ご要望があれば、多少増やすことができますので、一応、まあ、販売見込みといたしまして、1000ケースぐらいをという形にしております。ですので、まあ、残り2000ケースは、おもてなしの会で、なんとか引き受けて、それを PR に使おうという形になっております。ちなみに予算額はいくらぐらい、経費はいくらぐらいかかったんですか。
ラーメンの、このまあ品代の他に、まあ、デザイン料ですとか、あとまあ運送費ですとか、まあ、その辺もかかってきますので、ちょっとまだまあ正確にまあ計算が出てないですけれども、500万ぐらいにはなるかなという形ですね。朝日新聞の馬場です。関連でお願いします。この前橋おもてなしの会、市民有志の会ということですが、こちらに例えば市の方から補助金などは団体には出てらっしゃるんですか？いや、特に出てはおりません。今回はちょっと補足ですけれども、先ほどの役割分担ですが、前橋が進めている民間の皆さんと一緒に仕事をしましょうという、この都市魅力アップ競争事業の中で前橋を盛り上げたいと言ってくれた前橋おもてなしの会さんと産業食品さんと前橋でやりました。で、産業さんの方は通常こういったプライベートブランドは1万ケースぐらいでないとやらないんですけれども、まあ、前橋出身ということで3000ケース、なおかつ値段を下げていただきました。で、費用についてはおもてなしの会さんの方で全部購入していただいて、デザインについて、この前橋2番のデザインについて、デザインフィーも含めて前橋の方で、持たせていただきまして、その3社の費用分担で今回の前橋2番が出来上がったという状況になっています。デザイン費用は前橋が、はい、デザイン費用は前橋が負担させてもらっております。はい、言ってもいいんだよね。30万円くらい。すみません、関連で言うと、この値段の180円というのは税込みで、当社この同じ内容のものを販売しておりまして、こちら標準希望小売価格、税抜き本体価格が180円となっておりますので、これに準じております。普通の味噌ラーメンも同じ値段。同じでございます。はい、これちなみにこの写真の中から運命って書いてあるのは合成ってことでいいんですよね？その前橋駅の旧車の写真に合成して、はい、そういう形になるかと思います。はい、特にいつまでとか期間ではなくて、完全にケースが終わったら終わりというようなイメージ。はい、まあ、3000ケース限定で、今月内に生産いたしますので、まあ、賞味期限は、6ヶ月となっておりますので、まあ、来年春までには、全て消費していただくという前提がついております。ありがとうございます。はい、本体価格です。はい、西味噌ラーメンは1968年の9月、これ袋麺の方ですけど、袋麺の味噌ラーメン、この丼の方味噌ラーメンは1998年、30年後になります。はい、の製麺業に進出したのが62年前っていうのは、西暦で直すと、はい、創業年は産業食品なんですか？昭和28年になります。前橋本社です。そうです。はい、他に何か案件ないで。FM ルーマの笹川といいますが、地元の企業としてかつてこういった形、まあ、前橋さん、まあ、自治体だったりとか地域の団体とこういったコラボっていうのはあるんですかね？まあ、この札幌一番のラーメンに限らず本社の商品で、当社の商品としての、まあ、自治体さんとのコラボというのは今回は全く初めてでございます。そういった中で、その長い歴史の中で、御社の歴史の中で、まあ、地域のこういった自治体と組んでこういった商品化ができたということですが、そこについては御社としてはどんな思い？そうですね、特にここは前橋地元ということでございますので、まあ、今回は過去の例ない初めてのケースということで、非常に我々としましてもですね、地域の方に知っていただける機会でもありますし、また全国にこの前橋を、ね、アピールできる機会でもあるということもございますので、まあ、積極的に参画させていただいたという経緯がございます。Thank you.
札幌一番の担当で、あの全国にアピールをという話だったんですけども、基本的にこれが手に入るのは前橋市内ということで、前橋市民向けでよろしい。はい、まあ、正直あの近隣 の、 あの市町村さんございますけども、こちらが想定しておりますのはあくまでも前橋市内の方の向けという形で、ご用意させていただいております。ラーメン以外で言ってほしいですか。はい、あの少し今のラーメンに補足ですけれども、中核市長会、あの日本中から来る50市町村長、市長、あるいはあの中核市長会なのですけれども、特例市長さんもあのお見えになったりしておりますので、その方々には全部これ、お土産で持って帰りたいと、お帰りいただきたいと思います。まあ、札幌市長が来ないのが残念ですけれども、その他にはあの広瀬川物産館で JR で前橋駅降りて帰る人にもお土産で買っていただくとか、とにかく、まあ、受け狙いでも何でも、とにかく前橋2番が、面白いなと思っていただけるように、あのいいアイデアをあのみかん同士のお力添えで作っていただいたことを、まあ、心から採用職員様、おもてなしの会皆さんにお礼を申し上げたいと存じます。ありがとうございます。はい、以上です。どうぞ。あの中核サミットで確認なんですが、私も馬場です。はい、カラーのチラシの最後に、傍聴希望される方は10月16日必着で申し込めと書いてありますけれども、当日は厳しいのですね。当日の傍聴は受けられるんでしょ。はい、あの ほとんど申し込み来ておりませんので、はい、まあただいいんですよ、面白いんですよ、地域エネルギーシステムを活用した地域おこしだとか、あの新しい公共交通システムをどう考えるとか、そういう本当の日本を代表する論客が来て、それで市長同士の議論をこのコーディネートしていくという、まあ、ぜひあの市民が見ていても聞いていても楽しいものだろうと思います。あのどうぞお出かけくださいませ。すみません、じゃ、体育館の件で伺いたいんですけれども、読売の留木です。まずこれ5年間以上の契約ってあるんですけれども、5年間を基本として契約を更新していくのか、それとももう7年とか10年とか最初からそういう契約に、ごめんなさい、スポーツ部からのきちんとした答弁のがいいと思いますので、スポーツ部、はい、スポーツ課長と変わります。あのスポーツ課の金子と申します。よろしくどうぞお願いいたします。まあ、これからの募集ということでございますので、あの条件としてはまあ5年間以上ということで、あの今回募集をしていきたいというふうに考えております。そう、別に10年やりたいとか、そうですね、何年とか、そこは自由だよ。最低限5年です。そうですね、はい、5年以上ということで、はい、その改修中ということなんですけれども、内容的にどういうことが目玉の体育館になるのかっていうのを教えていただきます。今はあの耐震ですね、あとは、まあ、あの冷暖房が現在ございませんので、冷暖房を、まあ、完備した、まあ、新たな体育館ということになります。そうすると特に仕様が変わるというわけではないってことですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、関係内で他にあればお願いします。じゃあどうぞ NHK さん。すみません、 NHK の小島です。中核サミットについて数点伺わせてください。これサミットの、議長というか、そういう一番上なのは、山本市長になるでしょうか。あの主催 市長ではございますけれども、中核市市長会の会長は奈良市長の中川源さんです。私はその中核市市長会の、4役のになっておりますけれども、一応主催者という形では中川さんが主催に立ってなっております。この中核市サミットの中で会場で前橋市が選ばれた理由とですね、これに向けた市長への抱負とかがあれば教えてください。選ばれたというか、はいはい、そうです。選んだで立候補したので、でたまたま前橋しか希望がなかったということで、あんまりあのオリンピックみたいな前橋というわけにはいきませんでしたけれども、それでもあの議員さんやあの各市役所の職員さんまで含めて、そして今回中核市に初参加する八王子市長さんとか、いろんな形の中でですね、前橋を首長の目で見てもらう、あの私もお手紙書いたのですけれども、地方自治の課題の
見本市みたいな前橋に来ることが中核市市長会の一番大きな意義なんだというようなメッセージを書いておりますけれども、書かせていただきましたけれども、まさにみんな結構欠席多いんですけど、他の中核市長会今回はほとんどの市長さんが来てくださるので、まあ豚肉美味しいの食べさせるよとか前宣伝ばっかりしちゃってるので、今ちょっと焦っているところでございます。思うんですけども、こう特にここを訴えていきたい、お話ししたいとかですね、考えてもらいたい、見てもらいたいというところを市長の口から伺って、それを小島記者言うとちょっと長くなるんだけども、前橋というのは特殊なところなのですよ。というのは青森における青森市と前橋市は全く違うのですよ。だって青森県で唯一独立してドスーンと青森市があるわけでしょ。まあ弘前も少しあるかもしれませんけども、前橋は群馬県の4つの特例、2つの特例市、2つの、中核市がある。なんていうか群馬県は連邦なのですよね。峰が4つある。しかも僕たちはいいか悪いか福岡不幸か双子なのですよ。双子なのです。高崎市さんと前橋市は双子なのですよ。こういう生まれ育ちが他の都市とはちょっと違う、そこが我々の、まあ、一番の悩みだと。ただその悩みを共有できるのはもうもはや群馬県にはな、日本にあまりなくなってしまいましたですよね。先ほど言ったほとんどの中核市、鹿児島市、宮崎市、長崎市、それぞれの県域に一つだけある巨大市、ところが前橋はそういうのではない、まあ、そのあたりの悩みをいつも中核市長会の議論はどうしてもそういう一県一市の独立した中核市が議論の中枢を担っちゃってて、僕たちはもどかしく感じることがいくつかあるので、まあ見ていただいて、もう隣には高崎市役所もやるんだっていうのを見ていただき、実感していただき、いろんなアドバイスを各市長からいただき、また中核市にはいろいろな多様性があるということ自身も今後の中核市市長会の運営に生かすために、僕はまああえて見てもらいたいと思っています。時事通信の小島と申します。前橋市民体育館のネーミングライツなんですけれども、他都市での導入状況をお伺いしたいんですけれども。課長わかる。すみません、ちょっと他都市までは調べてはないんですけど、はい、群馬県の方ではご案内のように、あそこの関根のアリーナがアルソクということで、それぞれ武道館ですとか今年からというかつけてございますので、大変申し訳ございません。他都市についてはちょっと調べてございませんので、はい、桐生の方で確か大学名かなんか緑市ですか。すみません、緑市かなんか大学名をつけた体育館等があるというふうに認識しておりますけれども、はい。他に何か案件内でありますか。ないようでございますね。案件外で何かあるのお願いします。はい、ないようですね。はい、よろしいですか。伺わせてください。今日から全国的にマイナンバーの配布が始まっているかと思うんですけども、これについてなんか市長がこう気をつけていたりですとか、前橋市の中で特別な対応とかを取っていれば教えていただきたいと思います。さらりと重要なこと聞かれるので、そうですね、マイナンバーの導入についていろいろな議論があります。そしていろいろなリスクがあります。そしていろいろな出来事が起きています。思わぬ出来事が起きています。しかしながら前橋としては ICT 社会を目指している都市として、このマイナンバーを
少しリスクの高いものだと遠ざけることもしませんし、そしてそれを抜けて、避けて通るわけにもいきません。僕たちはマイナンバーを前橋市の未来の社会構造によって重要なものであると位置づけて、まあ、勇気を持ってこれから率先して群馬県のあの ICT 化に向かって僕たちは引っ張っていく、そういう覚悟でしております。前回報告した通り、あのマイナンバーによるコンビニの、住民票交付もいよいよ、12月議会に向かって提案をするような方向になってきております。まあ、こういう形で役に立つ道具、役に切れるナイフは自分の指も切ります。でもそれを恐れて使わないというのは私はナンセンスだろうと思います。以上です。じゃあよろしいでしょうか。はい、すみません、1点だけ、読売の富木です。横浜のマンションの傾斜問題等はある今問題となっていて、で、まあ、前橋にも区有地工事をしたところはあるという話もあるかと思うんですけど、市として何か調査の要請とかそういうのはありますか。現時点では報道を見守っているところですが、建設部長ちょうどおりますけれども、住宅建設課も、ね、今急に聞かれて答えられるかな、何らかの対応。はい、じゃあ変わります。お世話になります。建設部の稲垣と申します。ただいまの件につきましては、前橋市につきましてもあるのではないかという想定のもと今の調査をしております。で、基本的に施設が5、60ぐらい考えておりますので、その施設がどのぐらいの朝日化成建材が入っているかというのは下請けのものですから、ちょっと調査に時間はかかるんですけれども、まあ、元請け業者からあとは資料からいろいろな形で今調査をしております。はい、私有施設の調査を、私有施設の調査ですね、はい、民間はちょっとわからないもんですから。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。昨日の39件の中にはあるという情報は朝日新聞側ですが、昨日発表だった群馬の情報だけでは39件って群馬県で聞いてるもんですから、はい、そのうち前橋がいくつかあったら話が来てないもんですから、うちのはとりあえず今一生懸命調べてるところです。まあ、情報でそこに公共施設があるかどうかっていうのを今調べてるところです。今調べてるところ、はい、わかりました。公共建物だけでございましょう。うちのは調べてるのは公共だけです。はい、よろしいでしょうか。他にありますか。大丈夫ですか。はい、了解します。はい、ありがとうございました。冒頭、先ほど中学市のところで高崎前橋のツインシティで、まあ、幸か不幸かと言ってしまいましたけれども、全然不幸なことはございませんで、お隣が高崎で幸せでございます。こんなことを深めながら、今日はたくさんの案件報告をさせていただきました。本当に申し訳ないなと思いますが、どうか報道の立場でお取り組み、また報道と関わって見ていただければと思っています。またYouTube を通じてまた見ていただく方にも、ぜひいろいろな前橋の取り組み、まあ、必死で前橋発信頑張っておりますので、どうか皆様方も参加という形で、前橋おこしにお力添えをよろしくお願い申し上げます。それでは本日はありがとうございました。終わります。以上をしまして定例記者会見を終了させていただきます。